皆さんこんにちは、小場翔です。今回はですね、個別指導塾キャストダイスで成績が伸びている子の特徴という話をしてみたいと思います。正直、ちょっと宣伝っぽい話になっちゃうのは申し訳ないんですけれども、塾の宣伝はね、以前の動画ですでにしていると思うので、その話がメインというよりもですね、実際うちの塾で指導をさせていただいてて、こういう特徴がある子は結構ね、この1年間とか半年の指導で成績が伸びたぞっていうのを僕なりにね、いろいろこう切磋のデータを見てお話をしてみたいというふうに思います。今日ね、挙げる特徴は全部で3つです。ですので、もしね、皆さんがこれに当てはまっていなければ当てはまるように頑張っていただければいいと思いますし、すでにね当てはまってるぞって方はそれなりに自信を持って取り組んでいただければいいのかなというふうに思います。もちろん個別指導塾キャスダイス、宣伝ではないと言いつつですね、生徒さん募集しておりますので、よかったらお問い合わせください。では早速参ります。まず一つ目の特徴は、逆算した計画に基づいて勉強ができている生徒さんです。これどういうことかというと、計画が立つっていうのはある程度大前提なんですよね。例えば4月にこれをやって、5月にこれをやって、6月にこれをやってみたいな、そういう計画が立っているということはある程度塾に通っていれば当然のことだと思います。しかしながらですね、大事なポイントとしては逆算をしているかということなんです。例えば夏にこういうものをやりたい、例えばね過去問のこういう部分をやりたいから、じゃあ夏前までにこの教材が終わってないといけないよね、だからこそじゃあ春までにはこれをやっておきましょうということは、それまでにこれを終わらせておくから問題集今はこのペースでやらないといけないよね、みたいなきちんと逆算したペースでですね計画が立てられて、それで進めている子というのはやっぱり成績が伸びやすいですね。これはどちらかというと計画通り進めていること自体が価値なのではなくて、そもそも途中の目標として置いているものがきちんと実行できているということが価値なんだと思います。例えばさっきの話で言うと、夏休みに過去問演習をしましょうとか、冬休みにこういったね問題を解きましょうっていう計画を立てるわけですよ。例えば今高校2年生の方であれば、もう同日終わっちゃいましたけれども、共通テストの同日に向けて冬休みの間に改めて英語の例えばリーディングの問題とか、数学の 1A、2B の共通テストの過去問を多少やっておきたいよね。もちろん受験生ほどじゃないけどね。でもそれをやるってことは、その前からある程度特に訓練とかはしておいた方がいいよね。ということは、じゃあ夏休み明けぐらいから毎週絶対1問とか、例えば半分とか1個の科目の半分分ですねとかをコツ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 解いていこうよっていう計画が立つじゃないですか。ということは、じゃあ夏休みの間までにある程度共通テストレベルの読解まで終わってなきゃいけないよねとか、むしろ共通テストの問題をコツコツ解くんであれば、それと並行して例えば2次レベルの英作文とかリスニングを東大の場合ですけどね、学んでいかなければいけないから、それの部分を夏休みまでに終わらせなきゃいけないよね、みたいな計画が逆算的に立っていくわけですよ。それがきちんとできている子っていうのは、それに沿ってですね、ちゃんと例えば途中で演習を挟んだり、過去問をしっかりやったりすることで、実際同日の点数も結構上がっているって方がいらっしゃいます。これはですね、当たり前なんですが、例えば同日がこの日にあるから、じゃあ参考書を逆算的にポン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 って並べればいいというわけではないんですよね。当たり前なんですけれども、参考書学習というのは全体の半分とは言いませんけど、6割とか7割ぐらいでしかなくて、やっぱり4割とか3割ぐらいはアウトプットの時間とか、自分が受けるテスト、入試だったりとか共通テスト、こういったものの形式に慣れたりとか、もしくは形式に慣れるための対策の時間っていうものが必ず必要なんです。ただ最近は共通テストとかね、もしくは二次試験のなんとかルートみたいなものがたくさん流行ってて、うちもね正直出してますから、別にルートが悪ではないんですよ。悪ではないんだけども、そのルートさえやればいいんだって思っちゃってる方が結構いらっしゃって、計画を立ててルート通りやってるんだけども結果が出ませんみたいな。でもそれって大概の場合アウトプットに時間が割けてないからなんですよね。なので実際当塾の生徒さんでも成績を振り返ると、やっぱり計画的にそのアウトプットだったりとか、逆算的に勉強ができている方っていうのは、同日とかね、もしくは最近の模試でも成績が上がっているなというふうに実感をしますね。実際ですね、そういった逆算的に取り組めている生徒さんとか、もしくはきちんとねアウトプットも含めてねやれている生徒さんっていうのが成績が上がっているというふうに感じます。そして特徴の2つ目ですけれども、ある程度勉強時間を確保している方、これ当たり前なんですが、例えばですね、部活をやっているから成績が上がらないっていうのは、これは言い訳かもしれません。実際ね、だから僕は YouTube でねよく言うのは、部活とね勉強の両立だったりとか時間配分はよく考えようねっていうのを繰り返し言っています。別に部活をやることが悪ではないですよ、全然ね。だから部活やっていただくのは構わないです。ただ部活があったからとか、学校のこれがあったからとかっていう風に、やっぱり言い訳をしてしまうと、そもそもの絶対的な受験勉強の時間がやっぱり取れないんですよ。でそうなってくると、かっこよく言えばね、受験勉強も頑張りながら部活と学校両立でみたいな、そういう風な表現もできるかもしれないけど、ただ事実やっぱり共通テストの同日の点数だったりとか、直近の模試の成績を見ていると、やっぱりある程度、別に部活やってるやってない関わらず、きちんと普段から勉強時間を確保している人っていうのは、やっぱりそれなりに点数がいいです。それは間違いなく言えることだと思いますね。ですから個人的にはですね、別に部活をやめ
めろとかね、今すぐねとか、もうすべての時間を捨てて受験勉強しろとは言いません。もちろんそれは学年だったりとか皆さんの人生のね考え方にもよるから、そこまでは言わないけれども、やっぱりある程度の最低限の時間は勉強していかなきゃいけないんじゃないのっていう風に感じますね。で、僕の基準言います。例えばやっぱり本当に成績が伸びる子っていうのは、やっぱり1週間あたり、まあ正直60時間ぐらい勉強してます。まあ少なくとも50時間って感じですかね。50から60時間は勉強してます。実際僕のね YouTube でも過去に、まあ、週60時間やれみたいなことは結構動画でも言っているんで、僕がね言っていたこと自体はやっぱり間違いなかったなと自分でも再確認します。しかしながら、まあ、部活があったりとか学校が少し忙しい方だったりとか、まあ、そういう方でもやっぱり成績が伸びてる方っていうのは最低でも、まあ大体ですね、週に30から40時間ぐらいやってる方が多いんじゃないかなっていうふうに思いますね。なのでやっぱりその週に20時間とかしかできませんみたいなケースだと、なかなかその成績の向上っていうものに、まあ、繋がんないことが多いのかなって思います。当然そうなんですよね。周りもみんな勉強しているので、周りよりも勉強するからこそ自分の成績立ち位置が上がるわけですから、当然周りの人と比べて勉強時間が少なかったり勉強していないということになると、皆さんがもう天才だったりとか才能がある方じゃない限りは基本的には成績は上がらないということになってしまうのは当然ね当たり前のことだと思います。そして最後3つ目なんですけれども、自分の苦手な科目に時間をかけることができている方です。これはちょっと深い話になるんですけれども、単純に数学が苦手だから数学の例えばねキャスダイスの指導を受けてくださってるみたいな、そういう話ではないんですよ。これどういうことかっていうと、一番最初の話につながってくるんですが、自分の苦手な科目って皆さんありますよね。ほとんどの方が何かしら苦手科目ってあると思うんですよ。で、苦手科目というのは同じレベルの受験校を目指すような周りの受験生と比べると、同じだけ勉強してもやっぱり同じだけの成果が出にくいから苦手科目なんだと思います。もちろん単純にね好き嫌いで勉強してないから苦手ってケースもあるかもしれませんが、まあ、ある程度勉強していることを前提にすると、先ほど申し上げたことが当たってくると思うんですね。で、そうなった時にやっぱり僕がね未成績さんを見ていて、やっぱ成績がそれなりに良くなってくる子って苦手科目をそれなりに克服しているケースが多いです。もちろんね得意科目でいい点を取って、まあ、苦手科目ではなるべく耐えるみたいな、もちろんそういう戦略を取りますから、別にその苦手科目なのになんか偏差値がすげー上がりましたとか偏差値が70取りましたとか、そういうことを求めているわけではないです。しかしながらやっぱりね得意科目があっても苦手科目で極端に点数が低いと、その合計の成績っていうのはなかなかいいものになりにくいんですよね。特に年明けに行われたような共通テストのね同日体験みたいなものだと、共通テストってそれぞれの科目にかなりこう点数が分散しているので、英語が得意ですって言ってもどんなに英語で頑張ったってマックス200点しか取れないわけですよ。で、数学とか国語ができないと全然点数としてはボロボロになっちゃうってことになるわけですよね。だからやっぱり成績がいい子っていう子は全体的にバランスよく取れているケースが多いし、それは共通テスト以外の模試でも同じことが言えます。ただじゃあそういう子はどうしているのかっていうのを実際ね、いろんなこう指導の経歴というか指導のですねデータを振り返ってみると、やっぱり苦手科目にかなり時間を使っているということが言えますね。実際に他の子よりも 1.5 倍とか下手したら2倍ぐらい使ってきちんとその苦手科目を克服している受験生の方っていうのは、結局後々になって成績が上がってきているっていうことが言えると思います。やっぱりねどちらかといえば得意科目を上げる方が気持ち的には楽ですよね。ただ実際の偏差値とか成績っていうのは苦手科目を上げる方が上げやすいし、実際に底上げをする方が成績は全体上向くんですよ。しかも模試を何度も受けても、そのやっぱり得意科目もばらつくんですけど、苦手科目が一番その点数ばらつくんですよね。で、それを克服した方が正直打率が上がっていくってイメージなんです。そうなると、これはまだね今年の受験が終わっていないんで何とも言えないけれども、そういうことに成功した子の方が、例えば併願を取りこぼすパーセンテージだったりとか、ある程度第一志望ではないけれども第二第三志望群みたいな大学を取りこぼすケースが減っているなっていうのが個人的な印象なんです。ですのでやっぱりね、まあ、逆算的に考えて、やっぱ苦手科目であればしっかりと時間を投下できる、もしくはそうなるように逆に得意科目を高1とかのうちに伸ばしておく、まあ、そういった考え方ができている方っていうのは結構受験において有利なんじゃないかなっていうふうに思います。実際当塾でもそういう生徒さんは全体的に成績が上がっていて、結構ね合格率が上がっているように僕は感じています。そんな感じで全部で3つお話ししましたが、いかがだったでしょうか。実際にですね、皆さん自分で勉強を今進めていて、今日ねお伝えした3つのポイントに該当していればもちろん素晴らしいし、もし該当していない部分があれば該当するようにね、ぜひ行動してみてください。最初に申し上げましたけれども、個別指導塾キャスダイスでもこういったことを念頭に置いて普段指導させていただいておりますので、もしよろしければお問い合わせください。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。